M ステージは NTT ドコモと Q ドコモグループ各社がムーバドパドコモ p h s フォーまで提供していたモバイルマルチメディア機器を対象にしたコンテンツ情報配信サービス群の総称である2005年6月をもって一部を除き終了している1999年に NTT ドコモの実質的なインターネットサービスプロバイダであるモペラのコンテンツ提供サービスとして モペラ有料情報サービスホット S が開始されたのが M ステージの源流である。このコンテンツ情報配信サービス部分は M ステージの展開により2001年にホット S から有料コンテンツ配信が上下分離する形でメニューサイト部分がインフォゲートと解消されサービスイン。ホット S は有料コンテンツ課金プロバイダーサービスモペラ情報サービスホット S となる。 1999年当時にはすでに無料版の Hot S が存在していたが、インフォゲート M ステージの他もオペラー関係の有料オプションサービスを利用する場合も有料版の Hot S への加入が必須であった。2002年8月には情報サービス Hot S もインフォゲートへ統合された。ブラウザ本メニューサイトや PDA の地図コンテンツなどで端末が通信している。 基地局の位置を送信し、おおよその現在地を表示させるサービス。PHS 端末所在地周辺地図をファクシュミリやウェブ上で通知する、今どこ、サービスを応用したサービスである。後述のインフォゲートへの統合を機に、M ステージ1情報サービスとなったが、2004年3月末で終了。エギー2000年12月に対応端末エギーの発売に合わせて開始された。 動画配信サービスである。PV や映画の予告編、ニュース映像、コメディを中心に多彩な動画コンテンツが無料有料問わず用意されており、モペラモーェ、回線交換による64キロデータ通信で接続し、MPEG4 動画をストリーミング配信する形態だった。インフォゲート統合前までの利用料は月200円で、有料コンテンツ利用分が別途課金される。 サービスの開始から1年弱後の2002年に、方までパケット交換方式による iMotion が開始されたが、こちらはパケット定額制サービスが導入されておらず、2004年の 900i シリーズ発売まで30秒程度の動画しか再生できなかったこと、どちらも重量性の通信費がかさむ点から苦戦を強いられた。2003年4月に、 PHS のデータ通信定学生サービス、フリードが開始されたものの、エギーはフリードには、非対応のままであった。2004年3月末に、サービス終了。SH712 メートル2001年1月に、対応機種、ピッカック P711 メートルの発売に伴い、開始されたドコモによる音楽配信サービス。モッペラモーエ、回線交換による32キロ。 64キロデータ通信で接続し、サイト上で J-POP や洋楽を中心とした楽曲を検索の上、購入し、端末のメモリーカードにダウンロードすることでフルコーラスの音楽を楽しめるものである。サイト上で視聴もできた。月額利用料は100円。記録フォーマットは P711 メートルは128キロ BPS の AC 方式と SD メモリーカード。 SH712 メートルはアトラック3方式とマジックゲートメモリースティックを用いている。2000年初頭よりレコード会社主導の p c 向け音楽配信サービスが本格的に展開されたが、当初はコンテンツ供給者とメーカーの関係によってアトラック3、AAC、MP3 と採用フォーマットがバラバラであったことから、ピッカックもメーカーにより採用フォーマットが異なった。 戦術のビジュアルと同じく重量性で通信費がかさみ対応機種が限られたことから苦戦し2004年9月にサービス終了となった携帯電話端末を用いたフルコーラスの音楽配信サービスはパッケ放題と着ャタフルが広く受け入れられる2006年頃までブランクが生じているドコモではムーバにおいて2000年11月に s o 5 0に e w a ムを 2004年12月に d 2 5 3 e を SH m を SH702 メートルと同じコーデック形式で発売していたが PC などで MG メモリースティックへリッピングした楽曲再生の未対応で音楽配信には未対応であった。また2007年に月額低額制の音楽配信サービス歌放題を開始したが2010年5月にナップスタージャパンの撤退により コンテンツが大幅縮小している。2002年10月より開始された電子書籍配信サービス。当時電子書籍の汎用フォーマットとして、シャープが技術開放して間もない XMDF 形式を採用し、日本の電子書籍における XMDF のデファクトスタンダード化への一歩に貢献した。当初は小説が配信タイトルの中心だったが、2004年からは、 漫画の配信も始めた。通信端末からインフォゲートに接続した対応機器のみダウンロードができる。ビューアーソフトは文庫ビューアーによるもので、対応端末は PC PDA のみ、携帯コミックのように i アプリで読むことはできなかった。ミュージックビジュアルよりも提供コンテンツ数が伸び悩んだ状態のまま2005年6月末にインフォゲートと同時に終了した。 ドコモが関与する電子書籍配信サービスとしては2011年1月のニダファクトの開始まで5年半もの空白期間が存在することになる。P2101V テレビ電話対応フォーマ端末を用いたテレビ会議システムとして2002年10月よりスタートした。2003年よりフォーマと P751V 公衆回線のテレビ電話間との会議も可能となり、 法人ユーザー向けのサービスとしてアピールしていた。2005年以降も、携帯会議ビジュアルネットとして存続したが、2012年3月31日で終了する。テレビ電話機能を用いた動画配信サービス。2002年4月より、フォーマ P751V でモニターテストが行われ、2002年10月より P751V 向けに、2003年5月より、 4までサービスインした。中継映像やサーバに保存された動画コンテンツの視聴を回線交換の64キロデータ通信で行う。有料コンテンツも用意されたが、M ステージの終演まではインフォゲートのメニューサイトで課金し視聴を行うものであった。M ステージインフォンゲート終了後は V ライブへ移行の上サービスが行われている。 対応 PDA の一つである n t t c o m g フォートインフォーゲートは、モペラ有料情報サービス HOTS の有料コンテンツメニューサイト部分を実質的に継承し、2001年3月1日にスタートした PDA 向けポータルサイトサービスである。後日の2002年8月に M ステージと統合し、メニューサイト部分は M ステージコンテンツメニュー、アプリケーションメニューとなった。 携帯電話と比べて、大画面である PDA 端末やノートパソコンを通信端末を介して、モーペラへ接続し、ポータルサイトへアクセスすることで、ニュースサイト、地図、乗り換え案内などの有料情報コンテンツを購入できるものである。このポータルサイトのシステムは、i モードと同等の IP 接続サービスであり、モバイラー版の i モードを狙ったものとされている。対応端末は、 一覧表形式で公表されていたが、コンパクト HTML 表示が可能な端末で、モペラ接続が可能な環境であれば問題なかったため、ブラウザ本やらアッカック P751V でも、ブラウザ本メニューとは別に、インターネット機能でアクセスできた。メニューサイト数は、i モードと比べれば、圧倒的に少ない。モペラ以外のネットワークでは、接続不可であった。 もっぱらのターゲットは外出先でモバイル機器を多用するビジネスマンと法人でありビジネスモペラ上で企業内ラインへ接続するサービスが提供されていたメニューサイト2002年8月よりモペラ情報サービスホット S インフォゲート M ステージの各サービスをインフォゲートへ内包する形で統合したモペラ PHS 一情報サービスについても 料金設定を継続した上で、インフォゲートへ内包している。これまでは、M、ステージミュージックとビジュアルはそれぞれ月額200円の料金が発生していたが、インフォゲートの月額100円で利用できるようになった。利用者減少を理由に、2004年3月末に、M、ステージ p h s 一情報サービス M、ステージビジュアルが、同年9月末に、M、ステージミュージックが、 サービス終了となり、2005年6月には、インフォゲートと V ライブ以外の AM、ステージサービスすべてを終了した。終了に伴い、内包されていたモペラは、再び独立したサービスとなり、インフォゲートで提供されていた法人向けの一部サービスは、独立して提供されている。2010年より展開されている、ドコモスマートフォン向けに提供される IP、接続サービス、 SP モードのコンテンツ決済サービスはかつてモペラ情報サービスホット S やインフォゲートで提供されていたコンテンツ課金サービスと性質が類似していたりニダファクトで提供される電子書籍のフォーマットは M ステージブックと同じ XMDF であるなど M ステージで提供されたサービスが断片的であるものの新たな形で提供されるようになっている M. ステージミュージックに関して2001年7月と11月にドコモグループで CM が制作放送された。前者は宇多田ヒカルのファイナルディスタンス、後者は佐藤真由美の奇跡とタイアップした。宇多田は同年10月からフォーマのイメージキャラクターとしての出演が決定した一環によるものであったが CD 発売前の7月15日から M. ステージミュージックで視聴配信が実施されていた。ありがとうございます。